次は、皆様、今司法行政のですね、非常にひどさを語っていただきましたところ、次はですね、一水会の顧問である、鈴木邦夫さんの方からですね、まず立場の方の立場で、今回の事件についてのお話をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。政治家の方や、弁護士の方やそうそうたる方々の前でなんでお前だけ変なのが入ってんだと多分思いでしょうけども、多分これ間違いです、実は僕知らなくて1000円払って聞きしたんです。それでなんか やけに混んでるなと思って座ってたらなんかお前も発言者出てるぞと隣の人に言われまして、いや人くらいは間違いだと思って聞きしたらとこうなんかそのまま上がっちゃった感じです。ですからまあ間違いです。でも間違った私から見てもやっぱその小沢さんらは間違ってますよね。先ほど平野先生が言ったようにやっぱり小沢一郎の存在が怖いんですよ。権力者やまた政治家やまたその人物がまあ我々から見るとなかなかね知られないですから、まあ、その非常にこう顔と違って非常にシャイな人であまり喋らないのかなと思って、テレビタップにも出ないし朝倉の方にも出ないし徹子の部屋にも出ないし、だからなんかよくわからない、ただ力がある、政治力がある、でそういう人がやっぱり怖いんですよ。で今その スキャンダルもない何もない若い人たちが通ってると、でもそういう人たちは何もやってないから言われることも何もないわけですよね。でそういうことでいいのかと、政治はそうでしょ、人気投票じゃないんだから、日本のをそのこう取り巻く、国々を見てくださいよ。アメリカ、ロシア、韓国、北朝鮮、中国、みんなしたたかな政治家ばっかりじゃないですか。でそれに対抗できるのは誰もいないわけですよ。多分小沢一郎しかいないですから、政治家としては怖いんですよ、権力者は。でその権力者も検察も警察もやっぱりこう今のようなこう緩いデタラメな日本が好きなんでしょう。そこの中で自分たちが勝手なことができる、またそこの中で自分たちが生活ができる、金儲けができると、やっぱり強力なリーダーが出たら困ると、それに徹底的にやはり小沢一郎を叩いているんだと僕は思います。僕は40年間その右翼運動をやってましたから、分かりますけれども、こう愛国心は大事だと思います。それとその、アメリカから押し切られた憲法は変えるべきだと思ってます。ただ今のようなこう、熱狂的なというかちょっと排外主義的なムードの中で憲法が変えられたら非常に危ないと思いますね。これは憲法はやっぱ5年でも10年でもじっくり考えていろんな人が話し合って考えるべきだと思います。その今のままだったらアメリカからの支配、アメリカから押し付けられた憲法をその廃止、それで自主憲法を作ると言いながら、やはりその今のままだったらアメリカの助けるアメリカの軍隊を出したらどういう日本がついていくと、そういうのアメリカに追随する、もっと追随する、憲法になってしまいますよね。困ったのは自主憲法を作ると言いながら自由がないし、また独立性もない、それでまたそのもっともっとこう国民の権利や自由やそういうものが抑圧されるような憲法になってしまうと思います。だから極端に言ったらばもう自由のない自主憲法よりは自由のある、占領憲法とまで僕は思ってます。自分が国民の、利益を考える政治にしてもらわなくちゃいけないと、それなりに関わらず政治家は何もしてないから、それは韓国が悪い、中国が悪い、人のせいにしてる、それでまた自分たちが頑張ってるんだけどこんな憲法があるからダメだったんだ、あるいはその教育が悪いからダメだったんだと、
自分たちの責任を、逃れてるんですよね。人のせいにしてる。これはおかしいでしょ。お前らが一番悪いんじゃないか。でもし本当にこの小笠島も大切だと思います。ならば実際に行けばいいんですよ。中国に行って韓国に行って北朝鮮に行って命を懸けるって言ってんだから、それで殺されたっていいじゃないですか。それらに使わず誰も命の危険のない安全圏にいてほいっていうだけですよ。で自分は命を懸けてるんだとか、自分こそが政治家だと、自分こそ愛国心があるんだ、それはデタラメですよ。嘘ですよ。卑怯ですよ。それでいろんなことがあっても、やはり力のある政治力のある小沢一郎を使うべきだと思います。にとってマイナスですよと思います。ありがとうございました。鈴木邦夫さん、水会の顧問の鈴木邦夫さんでした。ありがとうございました。そしてありがとうございました。